防水を手にしたカリニャーの公妃、クリスティーネの肖像、クリスティーネ・ヘンリエッテ・フォン・ヘッセン・ラインフェルス、ローテンブルクは、サヴォヤ家分子のカリニャーの公ルイージ・ヴィットーリオの妻。ドイツ人。イタリア語名は、クリスティーナ・エンリケッタ・ダッシア。ヘッセン・ローテンブルク伯伯エルンスト・レオポルトと、その妻エレオノーレ・ツーレイ=ベルトハイム=ロシフォールの間の末娘。長子、ポリクセナが、サルデーニャ王、カルロ・エマヌエレ3世に嫁いでいた関係で、王の位で分家筋のカリニャーノ・公ルイージ・ヴィットーリオのいい名付けとなる。姉の王妃は1735年に亡くなるが、婚約は解消されず、クリスティーネは1740年5月4日にカリニャーノ公と結婚した。カリニャーノ公家には納めるべき分封料はなく、公爵夫妻はトリノ市内の巨漢パラッツォカリニャーノで暮らした。1778年に死去、クリスティーネの訃報は、娘のランバル公妃がフランス王室に嫁いでいたために、フランスの官報、ラ・ガゼットにも掲載され、これによると、長く辛い闘病の果てに亡くなったとされる。遺骸は当初トリノ大聖堂に葬られたが、1835年、スペルガ大聖堂内のサヴォヤ王家墓所に改葬された。夫との間に9人の子を設けた。ありがとうございます。